だったんで、まあ、大体レースの1時間前ぐらいまでに、まあ、3、40分、まあ、選手によって違うんですけど、まあ、アップとして乗ります。レースの1時間前ぐらいですかね、まあ、僕は1時間前ぐらいに上がってきますけど、まあ、人によってはギリギリ前に乗る人もいるし、逆に2時間前にアップし終わらしちゃう人もいるし、まあ、人によってちょっと、まあ、バラバラですかね。で、まあ、まあ、ここローラーの方が多いんですけど、まあ、県によってはすごい少ないと思って、まあ、取り合いになったりします。これレース前でやるんだから、レース後も一緒にやるんですね。あ、そうですね、レース後もクールダウン、まあ、一応クールダウンの人を優先にしてくれみたいなことになってるんですけど、まあ、まあ、なんかクールダウンの人はもう本当10分、まあ、乗ってて30分乗ってて。